4月29日、千葉教区町会支部は、日本の渚百選の一つ、君ヶ浜海岸でヒノキ神殿を実施しました。銚子市は日本列島で最も早く初日の出が見られ、国内有数の規模と機能を有する水産都市です。銚子のシンボルでもある犬吠埼灯台のふもとで行われた今回のヒノキ神。楽しく務めさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。行政との信頼関係も築かれており、火ばさみやゴミ袋などの用具は市から提供されています。コロナ禍となって以降、4年ぶりに支部の共有が一堂に会して開催されたヒノキ神殿。参加者らは広範囲に広がる海岸でのゴミ拾いや、観光名所でもある灯台へ続く階段の除草ヒノキ神に取り組みました。この日集まった74人の共有たちは、心地よい気候の中、観光地の美化に努め、爽やかな汗を流しました。福岡教区音楽支部は、音楽郡芦屋町にある障害福祉サービス事業所、緑園を会場に実施しました。今からおよそ25年前、支部の青年会がこの施設でヒノキ神を始めたことがきっかけとなり、平成16年からはヒノキ神殿の会場として支部の共有が総出でヒノキ神に取り組んできました。雨模様となったこの日、窓拭きをはじめ床磨きやトイレ掃除、空調の手入れなど、普段なかなか手の行き届きにくいところもくまなく清掃作業を展開。また家族ぐるみでヒノキ神にあたる姿も見られ、和やかな雰囲気の中、143人の参加者たちは奉恩感謝の心でヒノキ神に勤しみました。今日はあいにくの雨で、外装とかはできなかったんですけれども、全員で140名近くの、皆さんに来ていただいて、でほとんど家族ぐるみの方で、小さなお子さんまで、来ていただいたことにまず感謝いたします。それで床掃除とか、ガラスの磨きとかが中心になっているんですけれども、トイレ掃除であったり、あと換気扇であったり、空調であったりですね、普段自分たちができないところを本当に細かく、していただいて、清掃していただいて、本当に心より感謝申し上げます。ありがとうございます。